こんにちは、関浩太郎です。皆さんゴルフ楽しんでますか？まあ楽しいは楽しいと思いますが、お悩みも多いと思います。今日はですね、その皆さんのお悩みをバッチリ解決してしまうすごいものをご紹介します。それはソニーのスマートゴルフレッスンです。アマチュアの方はですね、よく、肩が回るとかね、頭が動くとか、肘がこう締まるとかね、いう感じで体の動き、これ結構皆さんよく気にされるんですが、実際にボールがまっすぐ遠くに飛べばハッピーですよね。ボールに直接触れるのは何ですか？フェースの面しかありませんよね。体のいろいろな動きというのは、このフェースの面の当たり方ですね、これをコントロールするものであって、このフェースの面の当たり方を考えずに体の動かし方を考えることは無意味なんですね。このボールの飛び方を左右できるこのフェースの面の要素は4つしかありません。1、フェースの向き。2、フェースの軌道。3、フェースの入射の角度。そして4、フェースのスピードということになります。フェースの向きとフェースの軌道は方向性を司る要素です。フェースの入射の角度はダフリ、トップ、当たりを司る要素です。そしてフェースのスピードは飛距離を司る要素となります。このソニーのですね、スマートゴルフレッスン、これはですね、このようにワンスイングで体の動き、肩が回ってるかなとか、膝が流れてないかなとか、フォームが確認できます。こちらに、フェースの向きですね、それから軌道、入射の角度、テンポ、このデータが出ております。そしてフォームではなかなか確認できないクラブの動き、それはワンタッチでこのようにクラブの動き、これを同時に取ってしまうことができるんですね。ここがすごいところです。プロゴルファーの体の動きを真似してもクラブの動きは同じになるとは限りません。クラブの動きが同じでなければボールの飛び方は同じになりません。体がこう動いたからクラブがこう動いて、そしてボールがこう飛ぶ。体の動き、クラブの動き、ボールの飛び方、この順番なんですね。使い方はですね、この専用のセンサーをシャフトの裏側につけていただいて、アプリをダウンロードしてください。あとはもう自由に振っていただくだけで結構です。一回一回スタートボタンやストップボタンを押す必要はありません。球を打ちまくっていただければ自動でこちらにですね、スイングの動画、クラブの動き、これがどんどんここに蓄積されていきます。それでは実際に僕も打って試してみましょう。それでは初級編としまして、100ギリを目指すゴルファーの方々へレッスンしたいと思います。まずこのぐらいの方々はですね、方向性ももちろんそうですが、ダフリトップ多いと思います。方向性よりまず先にしっかり当てることですね。で、このダフリトップの最たる原因はアーリーリリースによるものが多いですね。アーリーリリースとは、この曲がっているもの、関節、右肘と右手首ですね、これが早くほどけてしまうことをアーリーリリースと言います。早くほどけてしまいますと、中心軸に対してヘッドが大回りしてしまいます。大回りしてしまうことでボールの手前が円の最下点になってしまいますので、手前をダフったりとかですね、今度は上がり際に当たっていきますからトップしたりしてしまうんですね。これを改善するのはどういうふうにしたらいいか。上げてから下ろしてくるときに、この右肘と右手首を伸ばしていくタイミングをここではなくここにすることです。当たったあたりから当たった後あたりで全部伸びきるようなタイミングでリリースする。これが早くほどけてしまうアーリーリリースと
遅くほどくレイトリリースの違いです。これによって中心軸に対して伸びたところが円が膨らみますので、ここで伸びるということはボールに対してボールの先がこの大きな円の最下点になってくれますから、しっかりねダウンブローに入ってくれる。このことによってダフリトップなくしっかりボールを捉えていくことができますし、ボールに対してバックスピンがかけられますので、グリーンでもピタッと止まると、このようになります。それでは、まず先にですね、悪い例、ダフリトップしてしまうアーリーリリースのスイングからいきたいと思います。今、私がですね打ったスイングのデータがこちらになります。バックスイングから、進めてみましょう。このように上がりました。でここからが大事なんですが、ダウンスイング、これがですねバックスイングよりも外側を通っているのがわかるでしょうか。これがアーリーリリースの典型的なダウンスイングの軌道ですね。こうすることでボールよりも手前が円の最下点になってしまいます。そうするとボールのところはアッパーにヘッドが通過してしまいますので、ボールの下は地面ですからね、手前をダフるか、手前をダフるのを嫌がってアッパーに振ると今度トップしてしまうかということになってしまいます。数字的にもですね、こちらのアタック角ですね、こちらが入射の角度を示す数字ですが、10度もアップ、アッパーになっていると、このようにデータが示しています。それでは続いていい例を打ってみたいと思います。ダフリトップなく綺麗にボールに当てられる入射の角度を見てみましょう。バックスイング、ここまでは先ほどと同じですね。ここからダウンスイング、はい、先ほどと違ってバックスイングよりもダウンスイングの方が円弧内側に来てますよね。これによってフォロースルー側が円が大きくなっていきます。そうすることでボールの先が円の最下点になってくれますので、ボールに対しても 5.9 度ダウンブローに打ちましたというように、先ほどと違ったデータになっています。ここを見ていただいて練習していただくことでダフリトップ皆さん直していけると思いますので、ぜひご活用ください。皆さんいかがだったでしょうか。クラブの動きと体の動きを同時に確認することの重要性が理解できましたか。このソニーのスマートゴルフレッスンを使って皆さん飛距離アップ、方向性ぐんと上げていただいて、ゴルフをもっともっと楽しんでください。